はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。よろしくお願いいたします。はい、本日のお題、これはあのカウントイフを VBA でやってみようっていうことをちょっとやってみたいと思います。前々回に、カウントイフを徹底解説ということで、パワポの資料もつけまして皆さんにお配りしたと思います。はい、そうですね。で、このなんでね、あのカウントイフをね VBA でやってみようっていうことをこうやるかと言いますと、私の経験上なんですけど、上司からこれやっといてって言われるんだったら、関数の方が絶対に楽です。はい、もう Excel に備わってる機能なので関数でやった方がいいので、皆さんこれはちゃちゃっと関数でやってほしいんですけれども、VBA を使うとですね、なんて言うんですかね、こう Excel とアクセスの連携ですとか、こういったところで皆さんのやっぱり業務っていうか、その知識の幅が広がるんですね。よく私、子供に勉強を教えてた時になんですけど、知識っていうのは身の丈ほどの知識さえあれば十分で、それ以上掘り下げると、やってる方には本当に申し訳ない、ちょっと失礼なことなんでしょうけど、専門的なことしか分かんなくなっちゃうんですよね。で、要は、身の丈ほどの知識をどん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 増やしていって、それと知識を横につなげる、連携することが重要なんだよっていうことを僕よく言ってましたので、まあ、いらないよっていう方もいるかもしれませんが、ちょっとしばしお付き合いのほどお願いいたします。サンプルファイル、上げておりますので、回答、回答するときのパスワードは以下はになりますので、よろしくお願いいたします。あら、前回のファイルが出てきちゃいましたね。はい、はい、出てきました。前回の、サンプルファイルを、使ってやっております。じゃあちょっとやってみましょうか。皆さん覚えてますかね、復習がてらなんですけれども、やる場合はどうでしたっけ。数式タブからカウントイフを選択します。参照範囲は、参照する範囲はここで、なんか知んないけど F4 を3回F4 を押すと。で、検索条件はモーツァルトに関して何人いるんですかっていうことを、行うということですね。はい、8人と出ました。で、ここをずっと29までやっていくと、はい、カウントイフが出ました。じゃあここのところにちょっと if 関数を仕込んでみましょう。 if、こことここがイコールの時は、でこれ今当然何も入っていないので、ここは、ここまでは全部×になります。じゃあ VBA でカウントイフを実行してみましょう。ほいと、はい、検索完了ということで全部丸になりまして、今これ VBA で、検索をしてくれました。これクリアします。はい、また×になります。はい、カウントイフ実行で、何度でもできるようになっております。で、VBA がいいところっていうのは、例えばここのところになんか適当な文字をバンバンバンって打ち込んで、ここが×になったりしても、もう一回実行するとここが丸になるっていうことですね。はい、で、関数の場合はこれすごい簡単な式になってるので、もしここが消えたとしても、ここをコピって貼ってくればただ済むこと、済むことなんですが、どっかの式をなんか参照、別のブックを参照してるとかっていう風になってくると、まあ、非常に面倒くさくなってくるので、もちろんね、私もこの上司からモーツァルトやベートーベン何人いるのって言ったら VBA は組みませんよ、さすがに。
ただ、知っておいて損はない知識です。じゃあコードどうなってるんでしょうかっていうと、これがコードってね、まだね、そんな難しくないんですよ。これっぽっちのコードになってます。これ緑色で書いてるところはコメントを自由につけれる欄なので、ご視聴者様からですね、マクロを配布するときはコメントをつけた方が分かりやすいですよっていうふうに、意見が、ご意見がございまして、まあまあその通りだなと思ってちょっとやってみましたので、コードを見ていましょう。で、実際なんですけど、使ってるコードっていうのは、とか言いましょう。4行、4行ですね。4行です。で、ちょっと、もう一回、コピってきます。サブっていうのは、これはマクロの始まりと終わりを意味してます。で、まず検索値の、宣言ということで、dim、冠をつけます。で、これ j っていうのがこれ変数になりますね。で、as long。で、long っていうのは数値型の、ものになります。これなぜ数値型かっていうのは後で言います。で、max row 2っていうのはどこまでよっていうと、セルのローカウント、つまりこの、C 列。ここの一番最後までを、宣言をしています。で、サンプルでいきますと29っていうふうになってます。ちょっと前昔にやったかもしれないですけど、これが本当に正しいかどうか、エクセル君が認識しているかどうかということは、ここのイミテートウィンドウというところで、確認することができます。どうやるのか。はてな。はてな。合ってるかな？やると29って数字が返ってきます。ってことは、この、セルズローカウント、C のエンドエクセラップアンドローっていうのは、ここの29の数字を返していきます。じゃあここに例えばもしもああというふうにあったとしたらどうなるのかっていうと、もう一回やってみましょう。これは30に増えます。30に増えます。今、私、これ簡単にやってますけど、これも分かんなかったですね。エクセルの最後までとか、エクセルのその列のさ、最後までの下に入れるとかっていうのは、本当に時間がかかりましたね。もうなんぼやっても分かんなかったっていうのが、ちょっとあるので、今はできますけど、これはいや、それは私の苦労話はいつかどこかでということで。で、カウントで、これが一応、ループっていうことになるんですけど、セルの、C の2から、C 列の最後まで、最後までって言ったらかもしれないけど、文字が入ってる最後までですがね、ちょっと言葉が足りなかったかもしれません。で、Excel のカウントイフバージョンを使うのが、ワークシートファンクション、カウントイフというものを使います。大体のものは、マクロ上では、ワークシートファンクションドット、皆さんが使っている、例えばサムはまたちょっと別かな、なのかな。カウントイフとかランクとか VLOOKUP とか、大体このワークシートファンクションで使います。で、セルズ J カンマ3っていうのは、モーツアルトから、ドリーブストランドウィンスキーっていう人まで 参照します。クラシック音楽、なんか100人乗ってたんで、そこから僕文字パクってきたんですけど、まあさすがにね、知ってる人っていうのは20人ぐらいしかいなくて、残りの80人ってこの人何作ったんだろうっていう人で、結構知名度は低い方なんでしょうけど、ドリーブストランビスキーさんが29番にいます。で、セルの J から4っていうのは、検索値を、検索結果を、表示するセルになりますので、これはセルの D の2から D の29までというふうになります。じゃあ、セルの D から、セルの D の2から29、つまり、セルの J カウム4はワークシートファンクションのどこを参照するんですか。これやりましたよね。A 列を参照します。
A 列の参照が、C の29、C の2から29まで正しい、一致するものを数えなさいっていうことで、前回変数のところで証明した A イコール A プラス1とかっていうやるよりも、こっちの方が簡単です。カウントイフをもしやるんだったらね。はい。で、NEXTJ でループの宣言を終了して、メッセージボックスで検索完了と。これもメッセージボックスの重要性で私やりましたけど、これがないとまだ続くかどうかがわからないので、第三者、他人に知らしめるために必ずメッセージボックスで、検索完了というものをしましょうということを言いました。これがコードです。まあ、あとこっちの方は、コメントはつけてませんけど、上のコードと全く一緒で、クリアにしたらどうなるんだっていうことを書いたので、これは上を見ながら皆さん参照してみてください。そうしますと、クリア実行で、クリア完了のホイと、はい、何回でもできますよということですね。いかがでしょうか。VBA って便利だなって思っていただけましたでしょうかね。はい。やっぱり基本は、こうだったらいいなっていうのをまず考えていただきたい。こうだったらいいのになっていうのを考えていただきたい。そして関数でできることっていうのは VBA で必ずできます。多分 断言はできない。まあ、できないものもあるのかもしれないですけど、頭を使っていけば VBA でできないことはないと思います。だってそこが多分原型だと思うので。で、VBA と、関数ってスキーとスケートに似てるんですよね。私は、札幌なので学校の授業でスキーってのはあったんですよ。で、スキーは滑れるんですけど、スケートはやったことないけど滑れました。で、じゃあ、釧路とかね、あの辺ってのは逆に雪降らなくてものすごい寒いんで、スケートとかすごい強いんですけど、じゃあスケートやってる方がスキーできるかって言ったら、これ必ずしもそうではないっていうスケート経験者が言ってましたので、VBA が分かれば関数は分かります。だけど関数が分かったからといって VBA が分かるかって言ったらそうじゃないですね。はい。なので、今日特にやったこの、これ DIM J as long とか、C 列の一番最後までとかっていうことっていうのは、ちょっと時間がかかるかと思いますので、慣れていた方がいいですね。はい。ということになります。はい。では、今日はこの辺で、失礼したいと思います。関数、Excel の関数もどん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 紹介していきたいというふうに思いますので、特にね、集計関数とかでわからないというようなこととかも、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひご興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。また質問等ございましたら、コメント欄の方にどんどんお書きください。はい。では今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。